10代目、桂文治は、東京都豊島区出身の落語家、南画家。落語芸術協会会長。落語江戸桂ツラ家。血液型は、大型、本名、関口達夫。父は同じく落語家初代柳屋まる。出林は、武蔵名物。早くから話しか死亡であったが、軍事工場行員を経て1944年に、招集令状を受ける。 終戦後に本に帰国後の1946年6月、二代目、桂小文治に指示し、父の名であった、柳家小吉を名乗るが、後に、死の帝王が桂だったために、桂小吉に改名。1948年10月、二代目、桂新治に改名し、二つ目昇進。1958年9月、春風亭流昇、二代目、桂小南、三。 笑い手夢楽、三遊亭賞演馬、四代目、春風亭流行と共に、新内昇進。1960年代の演芸ブームで、テレビラジオに多く出演。富士テレビ、お笑いタックマッチの回答者や同番組の提供スポンサーでもあった、丸目屋食品工業のふりかけ、のりたまの、テレビ CM で売れる。百七十九年三月、前年亡くなった九代目。 桂文治の名優である八代目、林家正造の推薦で十代目、桂文治を襲名。桂ツラ波総家となる。1996年、芸術戦勝文部大臣賞を受賞。1999年9月、四代目、桂米丸の公認で、落語芸術協会会長就任。成長の江戸弁を大切にしていた話家であった。得意ネタは、駆け取り。 原平清水器、親子酒、おけち脈、長炭、河津茶番、義眼、花欲しい、火炎大鼓、道具屋、変わり目、ラブレター、慌て物、猫と、金魚、24甲などであり、五代目、柳屋子さんと並んで滑稽話のスペシャリストであった。芸風は極めて自由活発で、晩年に至るまで客席を爆笑の渦に誘ったが、その芸の根底には、 本人も認めるように戦前の爆笑王の一人であった、初代、柳谷権太郎の影響があると言える。2002年11月く四4等局日小受賞受賞。2004年1月急性白血病に倒れ、芸協会長の任期満了日であった1月31日、急性白血病による腎不全のため、東京都新宿区の東京女子医大附属病院で死去。80歳没。 文治没後の会長職は、すでに翌日の昇格が内定していた、副会長の桂ツラ歌丸が就任した。会名は、文王院話志玄達道子寺。墓所は玉窓寺。結密菓子は、桂文治一門の縄文である。南画家としての画廊十代目文治は上方にいた七代目、桂文治の孫弟子にあたる。著者は、中央群馬脳神経外科病院理事長。 1985年に十代文治から桂禅全治の名前をもらい病院寄せを開催。2012年死去。ありがとうございます。